何やってんのアレサ。そんなとこからトイレを覗かなくても。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、王様が何かしら依頼があるっぽいんやけど、ちょ、聞きますかね。どうも。なんでそんなに距離取られたん、私。あいなよ、わしは決めたのだ。タミットもにハーゴン教団を倒し、戦い続ける宿命を終わらせるとな。うんうん。聞くところによると、ハーゴン軍はデビルロード率いる十魔兵団と、スターキメラ率いる飛行兵団、アークデーモン率いるデーモン兵団、3つの兵団からなるらしい。敵は恐ろしく強大だが、あいな、はい、なにすまない、さっきはどうかしてたんだ。もうすっかり気分が良くなったぜ。もうそれは良かった。あいな、三兵団だかなんだか知らないが、俺たちでぶっ倒してやろうぜ。うんうんうん、あいな指導心強いぞ。必ずや共に教団を倒そう。では皆の者、わしから改めて告げる。我らの次なる目標はこれだ。何？おお、ミッション、王様の命令その2。十魔兵団を倒せ。十魔兵団を倒すべし。十魔兵団は血を好む残虐な魔物ばかりだという。毛で覆われた屈強な体が特徴のようだ。こやつらを倒すには波の武器では歯が立たぬであろうな。ふんふん。飛行兵団を倒せ。飛行兵団を倒すべし。飛行兵団はその名の通り、翼を持つ魔物たちの軍団。空中から攻撃を仕掛けてくる厄介な敵だ。頭上を飛ばれてはこちらの攻撃がなかなか当たらない。何か対策を考えればならんだろうな。デーモン兵団を倒せ。デーモン兵団を倒すべし。ハーゴン三兵団の中でも最強と名高い恐ろしい魔物たちだ。奴らが攻めてきたら逃げるほかない。しかし、ビルダーであらいのならば、奴らを倒す魔法兵器を作れるかもしれん。ふんふんふん。三兵団と戦っていくには、デインバリアのような魔法兵器を開発していく必要があるでしょう。ふん。アレスは引き続き、アイラと共に兵器の開発に当たるがよい。え、一緒にそんなことしよったん？ハーゴン三兵団、恐ろしい敵じゃが、何度か立ち向かっていかねばならんの。外の敵もそうですが、城内に潜んでいる敵とも戦っていかなければならないようです。あ、そうよ、忘れとった。城内に潜む敵？例のスパイってやつか。うん。ふんふん。実は修復したはずの城の壁が城の内側から壊されていたんです。これはやはり城の中に敵がいる証拠。なんと、外の敵と内なる敵か。とにかく全力を尽くそう。戦いはますます激しくなろう。今後はわしに話しかければ、強力な回復薬、世界中の雫を授けるぞ。マジで？やったー、ありがとう。やるぞー。えい、えい、おー。ミッション、スタートー。やや、この気配は。何？また魔物？やってくるの？やだわー、まったく。さあ、とりあえず。まあ、ここはいろいろと作りよるけん。さあ、戦いますかね。戦いますかね。また敵か。で、その壊された内側からのその壁というのは、また直したの？頑張る？あいな。どうやら早速敵が攻めてきたみたいだ。デーモン兵団か、十魔兵団か、飛行兵団か、それとも全部か。どの敵が攻めてくるか楽しみだな。全部やとしたらもう一気にミッションクリアやね。あいな、戦いの準備はいいか？オッケー。よし、どんな攻撃を仕掛けてくるか見てやろうぜ。行きましょう、行きましょう。と、その前にだ。お前には改めて言っておく。ムーンピタテはすまなかった。頭がぼんやりして、いつもの俺じゃなかったみたいだ。まあ、アホっぽいっちゃアホっぽかったけどね。だがもう平気だ。あいな、一緒に敵をぶっ倒そうぜ。行こう。バトルスタート。行くぜ行くぜ。さあ来いよ、壊すずら。そういう喋り方なの？へい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 。いっきゃ。ちょ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 、やめてよ、振り返らないで。親子の動き見たらね。ぎゅっと、あぶねえ。へい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 。全然避けれてない。めっちゃ氷投げてくるやん。やめてよ、こっち向かないで。いやー、おー、でかっ。やば、そんな強力な。
やだー、こっちに来ないで。やったね。さあ子供たちよ、君たちのお母様はお亡くなりになったのよ。戦うずら。もう一匹はおらんの？もうやっつけたん？え？めっちゃおりやんけー普通におりやんけー。あー、なんかそこから無理やり入っていこうとしよるけど、それめっちゃ間近から大弓大弓の攻撃受けるんじゃないの？オッケー。さあ来いよ来いよ、覚悟しろビルダー。覚悟はしません。いきます、いくぜい。そりゃうー、危ねえうー、危ねえ。あ、やめて、背後から。素早さが、私の素早さが。はっ、あ、もしかしてお腹空いてる、私。超混乱してるし、やめてよ。反対方向に走るような、いててててててて。くそ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 。あ、私の体力。ちょ、待って。体力もやけど、お腹もなんだな。ちょ、混乱混乱。ふぅ、危なかった。危なかった。え、シスター、前線に出てくるんですか？なんか奥で回復してくれるとかそういうことじゃなくって全然戦うんですか、シスター。かっこいい。ちょ、待って待って待って、ちょ、薬草は、世界中の雫を使ってしまった。薬草を使うつもりだったのに。まあ、でも話しかけてくれるんやろ、だったら大丈夫。お、必殺技を使おうと思ったのにバトルコンプリート。まあ勝てたからよしとしよう。イエーイ。なかなか手強い相手だったけど、なんとか撃退できたみたいだね。あれは十魔兵団でしょう。体は鋼鉄のように硬く、木をなぎ倒すほどの力があるといいます。あの連中がもっと大勢で攻めてきたら、この城はひとまりもないだろう。ここはやはり真っ向から戦わず、魔法兵器を開発して迎え撃つのが上策だろうな。ふんふん。あとはどんな魔法兵器が奴らに有効かだが。カッカッカ、あいな。新たな魔法兵器を作るつもりのようじゃが、その前に壊れた城を修復しようではないか。まあね、修復はいつものようにビルダーであるわしらに任せるのじゃ。ビルダーアピールが激しい。お、完成した。拠点がほぼ元通りになった。みんなめっちゃなんか疲れてない？大丈夫？うん。どうやら最初に攻めてくるのは十魔兵団みたいだ。対抗する魔法兵器を作りたいところだね。魔法兵器の開発も重要だが、まずは出始めにハーゴン軍を迎え撃つ強力な出城を作るというのはどうだ？うん、なるほど、出城か。攻めてくる敵を前線で迎え撃つために、城の外に戦い専用の城を作ろうってわけか。あいな、君にばかり頼って申し訳ないが、出城の設計図を書けるだろうか。で、それも作ってくれるのかな。できればこれから開発する魔法兵器を置く場所も考えておいてもらえると助かるんだが。こうやって注文されてさ、その場で思いつくってすごくないその設計図を。ん？おお、広い。あの旗の部分、柵の部分ぐらいまでか。対十魔兵団設計図を描いた。あ、じゃあこれがまっ、もうあと2個分ぐらいあるってこと？これ対なんちゃらかんちゃら兵団みたいな何このハテナって、魔法兵器ってこと？まだ何か分かってないか。ハテナって書いてるな。こっちは、こっちもハテナか。うむ、これは素晴らしい。デジロの設計図を書いてくれたのだな。うん、なるほど。設計図にあるハテナマークの部分がこれから開発する魔法兵器を置く場所ということか。魔法兵器の開発だが、敵の弱点をつくものでなければ意味がない。実は私に心当たりがあるんだ。では僕たちはここで設計図の壁の部分を組み立てておこう。君たちは敵の弱点を探ってきてくれ。うん、うん、うん。城を出る前に城の壁を収納箱に入れていくのを忘れなく。そうしないと建築を進められませんから。城の壁の素材になる大理石が欲しい敵は、城から南東にある洞窟で取れますからね。いずれにしても、魔法兵器がないとこの設計図は完成しない。アイナ、
後のことはよろしく頼む。なるほど。ということなので、とりあえず、城の壁を作りますかね。うわ、めっちゃいる、また。まためっちゃいるよ。何個ぐらい必要なん？52。はい、これで。そして、飾り壁地が43。こんなにいらんね。こんなにいらんね。はい、5個。よっ。また大量に必要になってくるな。はい、城の塔。あ、ちょっと待って、これ1個でいいんか。はい。作りまして。そして、木の格子が30個。そして、はしごが4つ。以上かな。あ、まだあった。かがり火が5つ。まあ、明かりは必要やね。暗くて何も見えんかったら意味ないし。これぐらいです。あ。大弓が4つ。さらに大弓がいるんやね。なるほど。前線でもちゃんと大弓を使って戦っていく感じ。良きやね。さあ、じゃあこれで寝ましょう。はい、おはよう。王様、世界中の雫ちょうだい。ねえねえねえ。ねえ王様、そんな食い意地張った感じで走っていかないでくれます、王様。ねえねえ。はい、なよ。世界中の雫を切らしておるようだな。さあ、これは持っていくがよい。あ、持っとる時にはくれんってこと？ありがとう。とりあえず1個だけくれるっていうことなのか。なるほどね。なるほど、なるほど。何やってんの、あれさ。そんなとこからトイレを覗かなくても。それじゃあちょっと、鉄の剣も5つ必要ないよね。鉄の剣を5つ作って、作れるかな。よいしょ。鉄の剣が5つ。はい。作りました。これで、あとちょっとまたあの収納箱の中にね、ちゃんとアイテムを。今のうちに入れておいたら、城の壁。まあ、今ね、みんなご飯タイムやけん。今のうちに入れておいたら、その後ね、ちゃんと作業しておいてくれるはず。はい、はしご。棒弓。で、このあたり、木の格子。かがり火。この辺置いていくけん、みんな。はい。もう作業始めるんやね。で、あとは、なんかまだ。あ、トゲ罠も？じゃあ、トゲ罠これも、入れておきましょう。はい。オッケーイ。ってことで、さあ、またおばあちゃんのところに飛びますか。さて、来たよ、おばあちゃん。またしても、ちょっとここから。どこや？どこだ？あのあたりだとは思うの。あ、いた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 。おっしゃ、行くぜー。ああもっと近くまで行きたかった。くっそー。ちょ、待って、どこから上がればいい、これ。めっちゃつらい。え、上がれる場所なくない？ちょっとやめてよ。あの辺から上がらんといかんってことかな。あ、ここから、ここから。くっそ、近くまで飛んでいくつもりやったのに。めんどくせえな。
しょよいしょ。はあ、走っていくか。まあ、そんなに遠くないけんね。言うてそんな遠くないけんね。ついてこないで指導ちゃんと食い止めて。おばあちゃんやられちゃうから。おう、鉄の剣を5本持っておるようじゃな。金10個と交換するかえ。はい。ひょひょひょ。では金を持っていけ。助かる。では次はさらに切れ味の良い武器を持ってきてもらおうとするかの。次は鋼。ひょひょひょ。お若いの楽しんでないんですよ。毎回最初に言う言葉は一緒だよね。お、もしあんたが鋼の剣を5つ持ってきたら世界中の灰1個と取り替えるぞえ。鋼が5つですね。オッケー。やめてってば。やめてってば、つらいよ。ちょやめてください。なになに、なんか回復したよあいつら。そんなことがあるのね。こいつなんかここ守りよる。ゲヘゲヘヘ。あ、話せる。この先に行けば毒沼があるぜ。毒の香りで癒される素敵な場所だ。え、素敵なのかそれ。これ毒の沼やね。普通に何も素敵じゃないけど。こっちはこの辺も毒なんかな。関係ないんかな。ん、ここになんか橋があるね。なんやろこの橋。ここにも何かしら。え、なになになに、なんか大変な場所に私は足を踏み入れようと。ここなんか飛行兵団かなんかじゃない。ほら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 、なんかいっぱいおるよ。もしかして拠点ですか。ケケ、貴様人間じゃねえか。飛行兵団の野営地に攻め込んでくるとは。どうやら死にてえらしいな。ほらやっぱりアイナは逃げ出した。逃げた逃げた。なるほど、そういう感じなんや。怖。そしてその先には進めないんすね。とりあえず。なるほど。ほうほうほう。あ、そういうのとかあるんや。飛行兵団の野営地。へえ。じゃああの先はもうほんとある程度、こう、強くなって、絶対倒せるぐらいまでいかんかったら、乗り込んでいけんってことかな。なるほど。なるほど。じゃあとりあえず帰りますかね。もう別に特に何もないでしょう。うん、特に何も何事もない。帰ろう。この辺別になんかここにもあるな。骨組みみたいなの組まれとるところが。じゃあワープでムンブルクに帰ります。はい、到着。さあ君は。ジューマ兵団弱点探しですが、アネスさんに心当たりがあるようです。とある情報によれば、ジューマ兵団のルハーゴン軍の軍船が南東の船着き場に来ているらしい。軍船か、面白そうだな。城の壁ばかり見てるのも飽き飽きだったんだ。軍船に忍び込めばジューマ兵団の弱点を探れるはずだ。我々と指導3人で向かおう。私とリックさんは、出城作りを進めておきます。皆さんはこのお城から東にある軍船に向かって、ジューム兵団の弱点を探ってきてください。ふんふんふん。じゃ、それが魔法兵器のヒントになるってこと？くどいようですが、私たちは建材がないと建築ができません。収納箱に建材を入れてからご出発を。全部揃ってるよ、大丈夫。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ジューマ兵団の弱点ってなんなんやろうね。でも動物に効くのは火とかじゃないの多分。メラ系？